遅くなって申し訳ありません。今すぐ確認しに行ってきます。できるだけ早く返事しますね。はい、バレなくてよかった。こんなピリピリした雰囲気、たとえ節でも寝れっこない。うい、そうなると心当たりがなくなる。ただ強いて言うなら、シャブ行の命令を週末版に伝達する役割のおっかない人がいるらしい。暗殺任務は直接その人に報告する必要があるとか。でも節はそのような仕事をしないから、ほとんど話したことがない。どうすればいい？え、そんなこと節にはできない。人はもちろん、オニカブトムシでさえ殺せないのに。ってやられたふりか。びっくりしたぞ。でも節は嘘をつくことも得意じゃない。わかった。節の名前が書かれた袋にそれを入れて、報告用の大きな箱に入れる。あの人がそれを見たら、節と連絡を取ろうとするはず。でも、すごく遠い。めんどくさい。わかった。寝る時間を少し後回しにする。ここで節を待っててくれ。すぐに戻ってくる。はい、戻ってきたぞ。疲れた。すぐに彼は見つかった。なのに外で待ってろと言われた。おかしい。どうして直接奉行所で会わないのだろう。早く待ち合わせ場所に行ってはっきりさせよう。その後はぐっすり寝たい。左右、君が任務を達成したというのは本当なのか。君、暗殺系の仕事は全くの未経験だったはずだ。ましてや相手はあの有名な旅人。なぜそうもうまくいったんだ。節はその不意打ちをしただけだ。相手は全く反応できなかった。つまりドンタワーだけで終わった。しまった、全くの予想外だ。どうしてこんなことに。いつもは週末版の命令を無視するのに、今回に限ってやけに張り切るとは。眠くない時もたまにはあるのだ。節を甘く見るな。暗殺術ぐらい師匠から教わったことがある。ただ使うのを許されていなかっただけだ。わかった。じゃあ俺は戻って報告してこよう。止まれ、まだ行くな。おい、出てきていいぞ。どういうことだ。左右、俺を騙したのか。それとも目の前にいるのは怨霊か。そのような任務はないと節たちは巫女姉さんに確認してもらった。だから一芝居して悪者の小川をおびき出したのだ。待て、誤解があるようだから説明させてくれ。暗殺命令を偽装したのは事実だが、それには訳があるんだ。昨日、うちの子が行方不明になったんだ。何かあったのではと心配していたところ、急にカイラギたちが俺の前にやってきて、子供をさらったと言ってきた。協力しなければ人質の命は保証しないと脅された。しかも
その内容がシャブ業の命令を偽造し君を暗殺することだったんだ。ん？なんだかおかしい。カイラギはなぜ彼女を殺そうとしてるのだ。それになぜ終末版に任せた。そうなのか。ことの経緯はこんな感じだ。俺もおかしいと思ったんだが、奴らに深入りするなと言われ、あまり情報を聞き出せなかった。あの時は本当に怖くてな。言われた通りにするしかなかったんだ。そこでふとひらめいたんだ。終末版の中で暗殺任務をしないのは左右だと。しかも加納奈々という監視役もいる。この命令を左右に任せれば君に危害は加わらないと思った。左右は任務を遂行しないと思ったからな。そしてうちの子を救い出すためこっそりと天領奉行に連絡しようとしたところ、予想外なことに任務報告用の箱に左右の袋が入っていた。それは任務が完了したことを意味する。だから驚いたよ。そのため刹に会った時何とも言えぬ顔をしてたのか。ああ、彼女はシャブ業の大事な客だ。危害を与えるわけにはいかないだろう。左右が成功したと聞いて想定外の出来事におじけついた。君が無事でほっとしたよ。話を聞いた感じ嘘ではなさそうだな。つまり子供はまだカイラギに囚われたままなのか。ああ、あいつらをどうおびき出せばいいのか天領奉行の人たちが全員頭を抱えている。もし軽率な行動を取れば子供が危ない目に遭うかもしれない。それだけは何としても防がないと。ならば相手の計略の裏を書けばいい。え、そんなことどうやって。説はこう思うのだ。もし本当に暗殺が成功していたら主は必ずカイラギに報告するだろう。ああ、その報告でうちの子を返してもらえるからな。大丈夫だ。刹と主が近くに潜んで状況を見て行動する。そうだろう。刹の忍術も必ず役に立つ。なら奴らに連絡してみる。ついでに天領奉行の人も呼んでこよう。うちの子の命を君たちに託す。どうか無事に娘を助けてくれ。カイラギは見つかったようだな。きっとあれが小川さんの子供だ。主が暗殺されたことを知ったらおとなしく人質を返してくれるだろうか。やはりまともに交渉できない奴らなのか。そうか、いつでも行動できるように準備しておく。おい、忍者に処理させるよう言っていた奴はもう始末した。これは彼女の髪の毛と服だ。ほう、見せてみろ。ふん、偽物じゃないみたいだな。この派手な髪色、決して忘れはしない。所詮よそから来た旅人だ。よくもまあ俺の手下に手を出してくれたな。全く怖いもの知らずにも程がある。ただ残念なことにこいつに反省をする機会はもうない。じゃあ約束通り俺の子を返してくれ。はあ、何をボケたこと言ってるんだ。何だと。俺様は言った通り行動しなかったらこのガキを始末すると言っただけだ。約束を果たしたら返すなんて誰も言っちゃいない。お父さん、俺らはもう十分親切にしてやっただろう。安否を確認させるためにガキもわざわざ連れてきた。
このまま俺らのために働いてもらうぞ。そんな、約束と違うじゃないか。お前ごときがこの俺様に向かって大声でわめくな。あいにく俺は気性が荒くてな、間違って俺様を怒らせたらお前も始末しまうかもしれないぞ。それとも大声を出したのはもう幕府の犬どもがこの件を知ってるからか。ああ、そんな勇気はない。でも俺の子はどうすれば俺の子を返してくれるんだ。そうだな、お前らが抱えている無敵の忍者を使っておせっかいな天領奉行を何人か始末してもらおうか。そんなことできるわけない。終末版が天領奉行に手を出すなんて。そんなことお前の小さな脳みそでどうにかしろ。もういい、お前に喋ることはもうない。とっとと失せろ。ちくしょう。このまま逃がすか。はあ、誰だお前、忍者か。あとお前は、お前はもうとっくに。くそ、野郎どもかかれ。お前は俺様を騙した借りは後で返すからな。今回は大物が釣れたようだ。もっと熱くなれ。6個の時間だぞ。はよ、うまくな。ここまで。とどろけ。風向きにした。いや、やはりダメだった。リオナの特製ドリンクじゃ。出てこい。小賢しい。火花を散らせ。どこで。来るな。これは警告だ。お前、さすが有名なだけはあるな。だが忘れるんじゃないぞ。俺には人質がいる。少しでも動いてみろ、こいつの命の保証はないぞ。信じないのな、何？何が起きたんだ。いつの間に移動した。主も終末版の忍術の凄さを知っているのだろう。すり替えることなんて朝飯前だ。簡単すぎて眠くなってきたぞ。このチビめ、俺様を舐めやがってぶっ殺してやる。そこまでだ。彼が報告にあった誘拐の容疑者だな。そうだ、人質はもう救い出せたから早くとっ捕まえてくれ。くそー。お父さん、お父さんが必ず来てくれるって信じてた。よしよし、もう泣く必要はないぞ。お父さんがいるからな。もう大丈夫。さあ、助けてくれたこの二人にお礼を言って。お姉ちゃんたち、どうもありがとう。お姉ちゃん、どういたしまして。優れた判断力と抜きんでた武力、大したものだ。サユ、君もだ。忍術の修行をおろそかにしているのかと思いきや、昔よりも格段に強くなったな。先に子供を連れて帰るよ。この子のお母さんが俺よりも心配してるもんでね。みんなご苦労だった。改めて礼を言わせてくれ。気をつけて帰れよ。少し待ってくれるか。気になることがあるのだ。このカイラギたち、初めてこういうことをしたとは思えない。も
し何か手がかりを見つけて調査できれば大物が釣れるかも。最初は興味なかったし、誘拐の件もなんだかめんどくさかった。でも泣いてる子供や悪い大人を見て思ったのだ。このまま放っておくわけにはいかないと。その瞬間、すべてが自分のことのようになった気がする。それに最後、あの子は節たちにお礼を言って、節のことをお姉ちゃんと呼んでくれた。そう呼ばれることはめったにないんだぞ。いや、いつも今のように元気なわけではない。今回は特別だ。もう二度とないかもしれない。この仕事が終わったら誰にも見つからないような場所に行ってぐっすり寝る。ぐっすりと、ぐっすりと言ってるうちに眠くなってきた。いや、戻ってからにする。今寝てしまったら何かを忘れてしまうかもしれないから、節を心配するな、心配するな。